まず前回の、はい、タイトルマッチなんですけど、はい、ベルト初めての挑戦で取りましたけど、そうですね、いや本当に重いベルトですね、はい、板橋選手と試合やって、いやなんか普通に圧力やっぱ感じましたね、はい、あとパンチが硬かったです、まあこれ言っていいのかあれですけど、はい、まあ硬かったです、はい、勝った時判定を聞いた時ってどうでした、はい、いや1対1に割れてたんで、いやでもこれ俺勝っただろうって、まあ、自分の中で正直思ってたんで、まあ、まあ勝てるとは信じてましたね、はい、その重いベルトを今回手にしての1戦目ですけど、はい、チャンピオンとして、まず相手が、ヨーロッパの選手に決まりましたけど、はい、映像って見ました？あ、見ました、はい、印象ってどうでした？印象ですか、そうですね、なんか飛び膝蹴りとか前蹴りとかするんで、まあ、ちょっと自分と似てんじゃないかなっていうか、なんか少し似たタイプかなと思いますけど、けど全然やっぱスピードとか、まあ、パワーとかキレとか全然僕の方が、はい、上かなと、はい、結構一押しらしいんですけど、これから来るっていう、はい、その人にしますか、はい、あの選手が、まあそうですね、まあ、センスはあると思いますけど、けど、まあ、そうですね、どうなんですかね、はい、チャンピオンとして一戦、初戦なんで、まあ、内容がだいぶ、その結果だけじゃなくて、はい、内容も問われると思うんですけど、はい、どういう形をちょっと今回は、そうですね、やっぱりもう圧倒的な勝ちをやっぱり、見せつけたいですね、もう本当に、戦闘力の差というか、はい、見せつけたいですね。ズバリ KO する自信はありますか？ KO ですか、まあ、KO はそうですね、まあ、流れの中で、まあ、生まれるものだと思ってるんで、まあ、KO もちろん、まあ、圧倒的な勝ちって言ったらやっぱり KO しかないですよね、はい、まあ、KO は常に狙ってます、はい、なので今チャンピオンなので、これから対外国人とかもかなり増えてくると思うんですけど、はい、いやそうですね、本当にありがたいことで、やっぱり格闘技はね、日本だけじゃないと思ってるんで、やっぱり世界でいろんな国でいろんなその文化があって、まあ、その中で日本はね、今こうキックボクシングとか空手とか柔道とか、ね、そういうのをやっぱり文化があるんで、まあ、僕はその中の空手代表としてライズ代表として戦います、はい、ちょっとお話が変わるんですけど、最近、はい、特別なトレーニングとかってされてます？特別なトレーニングですか？なんか、いや、これといったトレーニングいや会長特別なトレーニング、あ、やっぱり僕はその空手出身なので、空手出身なので、いろいろ武技術とかそういった、まあ、特別っていうか、まあ、そういった、まあ、武技術というかね、そういうのをやってます、武術もともとやっぱり空手って沖縄から伝わったもので、そのね、身を守る、例えばクワとか鎌とか棒とか、ね、そういったものがこう中国から、ね、伝わってきたんで、まあ、身を守るためにやってたんで、まあ、やっぱり最初はそういう武技術とかそういうのもやってますね、はい、それは試合にも役に立ちます？やっぱりそうですね、やっぱりまた武器を持つとやっぱ限界を超えるというか、スピードでも、ね、また違った次元に行けるので、まあ、そういった面ではすごい、そういう、まあ、武器というか物を使ったトレーニングっていうのはやっぱりまた特殊なんじゃないかなって思いますけど、はい、ライズのチャンピオンとして、必ず勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。